皆さんこんにちは、ターバルチャンネルのターです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。ターバルチャンネルでは初心者の方、これからバラを始めてみたい方向けに分かりやすく丁寧な動画配信を心がけています。少しでも皆様のお役に立てるよう頑張っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ターさん、今日のテーマは何ですか？今日のテーマは看護へ看病のをね、与えていきたいなというふうに思います。地植えのつるバラに関しては剪定誘引作業の方終わってます。なので今回地植えのつるバラの看護へ看病の方を与えていきたいなというふうに思います。それではお庭の方行ってみましょう。レッツゴー。はい、こちらね、世界一愛されているバラ、ピール・ド・ロンサールになりますね。つるバラになります。今ね、もう剪定と誘引の方は終わってますね。こういった感じにね、なってビシビシっとね、剪定誘引が終わって、来年の春開花待ちという感じに、ね、なってますね。今回ね、つるバラの地植えに関してね、看護への方をね、与えていきたいなというふうに思います。はい、看護に使う土ですけどね、こちらの牛糞ですね。発酵牛糞とふかふかって書いてありますね。こちらの方とこれですね、骨粉入り油かすになりますね。こちらのね、2種類を土の中に、ね、すき込むという感じに、ね、なります。看護に限ってはですね、こちらの骨粉入り油かすの方をね、我が家使ってます。窒素、リン酸、カリが5対5対0と、窒素は葉っぱ、リン酸はお花、カリは根っこですね。根っこは0なんですね、骨粉入り油かす。普段は有機配合肥料8対8対8のフラットのね、肥料を使ってるんですけど、看護に関してはね、こちらの骨粉入り油かすを使うという感じにね、してます。やはりバラはね、春の開花が一番の見頃じゃないかなと。その時にね、やはり葉っぱとお花に効くね、窒素、リン酸が非常に大事かなというふうに思うんで、こちらの骨粉入り油かすをね、バシッとすき込むという感じですね。で、こちらのピエール・ド・ロンサール、昨年の冬もね、看護の方を与えてます。昨年の冬はですね、こちらとあとこっちだね、こちらに穴を掘って看護の方を与えたと。なんで、今回ね、場所を変えて、まあそうですね、ここら辺と、まあこの株のね、後ろ、の2箇所にね、穴を掘って看護の方を与えていきたいと思います。まあ穴の深さですけどね、まあ、30センチぐらいという感じでいいかなというふうに思います。はい、それではね、早速穴の方を掘ってきますね。まあこんな感じでまず砂利をどかしてもらってですね、ここにある今この土ですね、この土のここの見えますかね、これこの防草シートがうち引いてあるんですけど、なんでこの防草シートも切らないといけないですね。こちらの防草シートも、切って穴を掘ると、30センチぐらいの、穴を掘って、まあここにある土はね、あんまり良くない土なんでね、まあ処分の方をするという感じですね。で、牛糞と骨粉入り油かすをすき込むという感じにしていきたいと思います。ではね、早速穴の方を掘ってきます。はい、穴の方ね、掘り終わりました。今こんな感じでね、なんかすごい太い根っこがありますね。これピエール・ド・ロンサールですかね。で、株のね、向こう側も穴掘りましたけどね、また太い太い根っこがありますね。あれもピエール・ド・ロンサールですね、多分ね。で、こちらの方にね、今から牛糞の方をまずね、すき込んでいくという感じですね。じゃあ牛糞の方入れていきます。はい、今ね、牛糞を、半分ぐらいかな、半分ぐらい入れましたね。で、今からね、骨粉入り油かすのをね、すき込んでいきます。地植えの場合ですとね、 200g ということなんでね、まあだいたい一握りがね、50g なんで、4つかみと。4つかみ、この中にね、入れてきます。1、2、3、4と。こんな感じで OK ですね。で、また、牛糞の方をかぶせて、で、砂利を上に乗せてね、OK という感じですね。じゃあ反対側もやっていきましょう。1、2、3、4と。で、牛糞かぶせて、砂利を敷いて終了になりますね。はい、今ね、砂利の方もかぶせましたね。もう終了ですね。本当何事もなかったかのような感じにね、なってますけどね。
こういった感じで、地上のね、寒越えはこういうふうにね、行います。で、隣に見えますのはね、こちら、王妃アントワネット、ハイブリッドティーローズになるんですけどね、まだ休眠期入ってないんでね、強剪定の方も、行ってないという感じなんでね、まあ、こういった木立のバラに関しても、寒越えのやり方、まあ、地上のね、寒越えのやり方っていうのは同じなんでね、まあ、参考にしてもらえればいいかなというふうに思います。はい、無事ね、地上のつるバラの寒越えの方ね、終わりましたね。これでね、来年の春、バシバシっと咲いてくれるといいなというふうに思いますね。去年のね、ピエールドロンサールに比べるとね、枝の方も増えて、大きさもね、だいぶ大きくなったんでね、来年の春が非常に非常に楽しみだなというふうに思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。